カモン、カモン、カモン、ヘイ、カモン、寝るな、そこで、そこで寝るな、カモン。うい、ポックス、あ、ポックス、ポックス、ポックス、あ、ポックス。ウェイス、ヤソウです。ウォーフレームやっていきます。ということで、今回はねポックスのビルドを紹介をしていこうかなと思います。でね、まあご意見をいただいたということでやっていきたいと思うんですけれども、まあポックスの方はね、まあセカンダリーランキングでも入れたし、結構ヤソウの動画で出してるんですけれども、きちんと、動画でね説明はしたことはないのでね、ポックスがどういう武器なのかっていうのをきちんと説明はしたことがないので、せっかくなんでやっていきたいと思います。はい。でポックスね、まあ感染体の武器みたいな感じの設定なのかな、ちょっとわかんないけれども、うねうねしてね、見た目は気持ち悪いんですけれども、かなり強い武器でね、野草のトップランキング5にね、入ってるという感じなんですけれども、まあ今は入ってないんですけれどもね、野草的には、うん、ちょっとシカルスの方がちょっと強すぎて、ちょっとポックスくんが、はい、ランキング外になっちゃったのかなみたいな、うん、しゃあないね。はい、ということでね、感染回収に来たんですけれども、間もなく終わっちゃうんですけれども、やってきたということで、ポックスの説明をしていきたいと思います。でね、ポックスどういう武器なのかっていうとですね、野草的にはね、まあ一つの使い道しかないのかなって、今現状の仕様だと一つの使い道が正しいのかなって思っていて、でね、強いんだよ。強いんだけれども、こいつ単体じゃそこまで強さは発揮しないんだよね、ぶっちゃけると。うん、みんなどっちかっていうと、こいつをあくまでもサブ的な感じで使ってるのかなと思います。近接とうまいこと組み合わせて戦ってったりしてるのかな、みたいな感じだと思います、野草的には。で、その理由としてはですね、この武器多分全武器中多分走行値を削る速さが早いと思うんだよね。おー、ゴミが出たね。で、全部機中、走行値を削る速さが凄まじいと。その理由としてはですね、ハローできたの間違いだったな。で、その理由としてはですね、まず、ポックス投げます。はい、ポックス投げます。今投げます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、こんな感じで。はい、こんな感じで、ね、毒切りをね、なんか、出すんですよ。その毒切りにも、毒切りがね、確かね、5秒間続いて1秒ごとに、確かね状態異常発生、違う、状態異常じゃない、ダメージを与えるという感じで、はい。でそのね1秒ごとにも状態異常がかかるということなんですよ、この武器は。なんでめちゃくちゃ早いんですよ。はい、状態異常かけるんだったらポックスがめちゃくちゃ早い。で、そうだね。まあ先ほどサブ的な感じだと捉えて戦っていくのかなみたいなことを言ったんですけれども、その理由としてはですね、課題的には走行値を削りつつ戦って、で、CO とね、組み合わせたりだとか、無理やりね、クリティカルダメージを上げつつ戦っていくかみたいな感じで、うん、かなり近接との相性もいいんですよね。ポックスこういう風に投げつつ、なんか近接でスラかくみたいな感じだったりだとか、普通にね、攻撃したりだとかするんで、かなり相性がいいです。 OK、 よし、じゃあねステータスを見ていきましょう。こちらですね、毒が125、うん、数値は別にどうでもいいんだけれども、やっぱ毒っていうところがでかいね。コーパス相手しやすいし、ガスにすれば相手しやすいし、あと腐食にもしやすいから、やっぱね毒で基礎があるっていうのはかなりでかいですね。初期であるっていうのはやっぱでかいですね。で次、状態異常が、35%、 あーはあ、めっちゃ高いね。うん、これはもう状態異常 100% にするしかないですね。じゃあ次、ビルドを見ていきましょう。こちらですね、そうだね、ちょっと謎なビルドなんだよね、このなんかよくわかんないオーディーモトつけてるんですけれども、なぜこんな感じなのかっていうと説明するとですね、まずマルチショットと基礎ダメージ、こちらは何でもいいと思い、何でもいいっていうか、まあ絶対つけてください。でマルチショット2枚と、そして状態異常複合モッドをね3枚つけることによって状態異常 100% を発生するという感じで、でこちらのね OD モッドと、あとこの毒90属性、なぜこんなもんつけてるのかっていうとですね、
そうだね、一言で言うと他の状態上もっとつけちゃうと、他の状態上が発生しちゃうから結局腐食かかんなくなっちゃうんだよね。せっかく腐食が早く削れると、腐食が早く削れるって言ったらちょっと意味わかんないな。走行値を早く削れる武器の特性を持ってるのでね、あんまり他のなんか状態上爆発とかつけるぐらいだったら正直ね、絞った方が使いやすいんじゃないのかなって野草は思って、こういう感じにしてます。OK、いつも通りシミュラクラに来たぞということで、先ほどのビルドでね、どれぐらい走行値を剥がすのが早いのかちょっと見ていきましょう。はい、あ、間違った。150に設定するの忘れてたな。はい、150のね、ボンバードでいきましょうか。とりあえず無敵化して見ていきましょう。ちょっと動き止めようか。動き止めて、はい、一発目。結構腐食かかってますね。毒、霊気。はい、あ、でね、ちょっと一つ説明し忘れたな。この毒、実はね、状態異常とか関係なく、設定した、モッドでは関係なく、実はですね、これ、毒の切り、絶対毒ダメージ出ますね。はい。なんで、かなり CO と相性でいいですね。で、こんな感じで3発投げれば、こんな感じでね、走行時全部剥がせますよ、という感じですかね。はい、そうですね、いろいろとちょっと説明してきたんですけれども、そうだね、ちょっとポックスに関してはね、ちょっといろいろと動画に出しすぎてるから、あんまり説明することもないのかなって思います。マジで祭りだな、これやべえな。これやべえな。なんだこれ。どないなっとんじゃ。はい、ナイダスバーサス、アンビュラスの動画とかにも使ってるし、本当にいろいろとちょっとね、動画に出してるんですよね。あの、ポックスに関しては。なんで、そちらの方の動画も見てくださいという感じですかね、野草的には。ランキング動画とかにも出してるから、結構出してるんで、ぜひ見てみてくださいという感じです。はい。やべえな、マジでお祭りだ、これ。すげえな。今度これ全部倒すか。一人で倒すか、これ。やってみよう。いい企画思いついたな。はい、以上、野草でした。またね、おー、オベロンさん。ひどいな、ひどいことしやがる。はい、以上、野草でした。またね、バイバイ。